ルナオービタールナオービター計画は、アメリカが衆中国が1966年から1967年に行った無人月探査機計画。アポロ計画のための月の地図作成が目的であった。計5機が打ち上げられ、そのすべてが成功し、月の表面の99%を60メートル以上の解像度で撮影することができた。最初の3回のミッションで、 地球からの観測で選ばれた20カ所の着陸候補地を定型射角軌道で撮影した。あとの2回のミッションでは高高度極軌道から科学観測目的で撮影された。ルナオービター4号は月の表側すべてと裏側の95%を撮影し、ルナオービター5号は月の裏側の残りを撮影し、予定された36の地域を中解像度 高解像度によって撮影した。すべてのルナオービターはアトラスアジェナ D によって打ち上げられた。ルナオービター計画の撮影システムは非常に複雑であった。まず、月面を撮影した後、軌道上にてフィルムの現像を自動で行い、濃淡を帯状にアナログスキャンし、データを地上に送信する。地上ではデータをモニターに表示し、それを 再び撮影する。そして最後に、体上の画像をつなぎ合わせて、全体の画像を作成していた。この計画によって、地球全体の写真が、初めて撮影され、1号機は、月表面から、地球の出を撮影した。ルナオービターの構造ズルナオービターのメインバスは、円錐台の形をしており、高さ1.65メートル、直径1.5メートルあった。 宇宙機は3つのデッキにより構成されており、トラスとアーチにより支えられていた。本体のデッキには、バッテリー、トランスポンダー、フライトプログラマ、完成基準装置、カノープススタートレッカー、コマンドデコーダー、マルチプレックスエンコーダー、進行破間増幅機及び、撮影システムが搭載されていた。4枚の対応パネルが、 デッキの外側に取り付けられ、1.32メートルと2.08メートルのブームにはそれぞれハイゲインアンテナとローゲインアンテナが取り付けられた。装置デッキの上には中央デッキがあり、速度制御エンジン、推進剤、酸化剤、加圧タンク、太陽センサー、宇宙人探知機が搭載されていた。第3デッキにはエンジンの熱から機体を守るため熱シールドが搭載していた。 エンジンのノズルはシールドの中央部から突き出していた。頂上のデッキの周囲には4つの姿勢制御スラスターが取り付けられていた。4つの太陽電池から供給される 375W の電力は直接宇宙機を動かし、また NC バッテリーを充電した。バッテリーは太陽電池が使用できない短い期間に使用された。ルナオービターカメラ以下は、 ルナを帯びた5機のフライト情報である。ありがとうございます。